アディダス、アップル、BMW、コカ・コーラ、トヨタ、私たちがどこでも目にするこれらの有名ブランド。でもこれらのロゴが意味するところを考えたことなどないのでは？実は全てのラインやカーブ、色合いには意味があるのです。これらのほとんどがシンプルな美しさ以上に何かを示すデザインになっています。興味が湧いてきましたか？ではあなたの気づいていない有名な16のロゴに隠された意味をご覧ください。ナンバー16、ヒュンダイ。多くの人がこの韓国の会社ヒュンダイのロゴは単純に社名の最初のアルファベットから来ていると思っていることでしょう。でも実際にはこの H は2人の人、つまりお客様と会社の代表を象徴し、この2人が手を取り合っています。これはとても心がこもっていますね。ナンバー15、アディダス。社名アディダスは創立者のアドルフ・ダスラーから来ています。ロゴは時代とともに変化してきましたが、3つのストライプは常に入っています。現在のロゴはストライプが斜めに3本入った三角形です。これは山を象徴し、そしてスポーツマンたちが日々克服しなければならないチャレンジを象徴しています。ナンバー14、アップル。世界的にも有名なアップル社のロゴを手掛けたデザイナーのロブヤノフはインタビューの中で彼のアイデアについてこう話しています。彼はリンゴを一袋買い、それらをボウルに入れ1週間ほどその絵を描き続け、イメージを何かシンプルなものにしようと試行錯誤しました。そしてリンゴをかじったのは実験の一つ。偶然にもコンピューター用語のバイトと英語でかじるの意味のバイトの発音が全く同じことに気がついたのです。この人やり手ですよね。ナンバー13、バイオ。バイオのロゴの最初の二文字はアナログ波を象徴しています。最後の二文字は数字の1と0に似ています。そう、デジタル信号なのです。ナンバー12、アマゾン。一見するとアマゾンのロゴは何も特別でないように見えます。しかしこれには企業理念を込めてデザインをされているのです。オレンジの矢印はスマイルに似せており、お客様に満足してもらいたいという意味が込められています。そしてこの矢印が A から Z まで伸びているのは、この会社があなたが思いつく限りの全ての商品をお取り扱いしているということを示しています。ナンバー11、バスキンロビンス31。 BR の中のピンクの部分で31が浮かんています。これはバスキンロビンスがかつて31種類ものフレーバーを販売していたことから来ています。有名ですよね。あなたは全種類制覇しましたか？ナンバー10、トヨタ。多くの人がこの日本の自動車会社のロゴをカウボーイハットをかぶった人だと思っています。ですが実際は針穴に糸が通る様子を表現しているのです。これはこの会社が繊維機械を製造していた歴史を表現しています。またロゴの個々の部分では会社名も綴られています。ナンバー9、コンチネンタルタイヤ。有名な自動車のタイヤ製造会社のコンチネンタルタイヤのロゴは最初の二文字が車の車輪を描いています。そうです、すべて単純明快です。ナンバー8、フォーミュラー1。 F と赤いストライプの間の白い部分を注意深く見ていただくと、そこには1が浮かび上がります。そして赤いストライプはフォーミュラー1車のハイスピード感をグラフィックに表現しています。ナンバー7、ピンタレスト。ピンタレストでは人々がインターネット上で気になったイメージを集め、オンラインのボードにピンをします。というわけで P の文字にはピンが隠されているのです。簡潔明瞭ですよね。ナンバー6、ビーツエレクトロニクス。アメリカに拠点を置くオーディオ周辺機器の製造会社ビーツは B の文字が頭にかけてるヘッドホンに見えるロゴを使用しています。簡潔でも多くを語っていますね。ナンバー5、トブラローネ。スイスのベルンを拠点とする有名チョコレート会社トブラローネはロゴにクマのシルエットがあります。というのも
ベルンは熊の町とも呼ばれるからなのです。噴水や時計台、そして建物に至るまで、様々なところでこの熊のシンボルがこの町では見られるんですよ。ナンバー 4. BMW。 このロゴの中心部分は、この会社の歴史でもある航空技術を表す飛行機のプロペラを示していると言われています。でも実際にはこの会社の起源であるドイツ・バイエルン地方の旗を表しているに過ぎないとか。ナンバー 3. LG 電子。この韓国の電子産業会社のロゴは人の顔が描かれています。会社によると、お客様といい人間関係の付き合いを保っていきたいとの願いからだとのことです。ナンバー2、エバーノート。私たちは皆、象が優れた記憶力を持つことを知っていますよね。彼らは顔や出来事の両方を覚えることができます。ですので、ノートを取るためのアプリのエバーノートは、この動物をロゴの一部にしています。そしてロゴの象の耳が折られているのは、メモをした際に人々がノートの角を折ることと重ねています。ナンバー1、コカ・コーラ。コカ・コーラのロゴには、 O と L の文字の間にはデンマークの国旗がはっきりと見ることができます。でもこれは純粋に偶然なのです。それでもコカ・コーラ社は、これを北欧の国々でのマーケティングのキャンペーンの一環として歌っていました。ご視聴いただきありがとうございました。もしこのビデオを楽しんでいただけたのでしたら、評価ボタンをお忘れなく。私たちのチャンネルに訪れたのが初めてですって？それならブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。